1960から1990年の平均値に対する2070年から2100年の地表面の平均気温変化量の予測崩壊する南極のラーセン棚氷地球温暖化の影響に関しては多くの事柄がまだ評価途上である。しかしその中でも IPCC 第4次評価報告書が最も多くの科学的知見を集約し、かつ国際的に認められた。 報告書となっており、これが現在の世界での影響評価の主軸となっている。また、イギリスで発行されたスターン報告も大きな影響力を持っている。しかし、地球温暖化に対する会議論など反対意見も存在し、論争が続いている。地球温暖化による影響は、気象や自然環境への影響と、社会や経済への影響とに対別される。 影響は広範囲に及ぶと予想されており、気象や自然環境への影響では、気温や海水温の上昇、海水面の変動、異常気象や激しい気象の増加、気候の変化、生態系の変化、植生や地形の変化などが挙げられる。社会や経済への影響では、食料生産や飲料水への影響、激しい気象や気候変化による物理的な被害や人的な被害、 生活環境の変化、経済システムの変化、社会制度の変化などが懸念されている。すでに一部では氷雪の減少などの顕著な変化が観測されている。また、日本においても年ごとの降水量の変動幅の拡大や、米の品質の低下などの影響が観測されている。また、ザオ連邦における樹氷の出現高度が上がるなどの変化も観測されている。 AR4WG2 によれば、地球温暖化は、気温や水温を変化させ、海水面上昇、降水量の変化やそのパターン変化を引き起こすとされる。また、洪水や干ばつ、国暑やハリケーンなどの激しい異常気象を増加、増強させる可能性がある。また生物種の大規模な絶滅を引き起こす、可能性も指摘されている。対極的には、地球温暖化は、 地球全体の気候や生態系に大きく影響すると予測されている。ただし、個々の特定の現象を温暖化と直接結びつけるのは現在のところ非常に難しい。また、こうした自然環境の変化は人間の社会にも大きな影響を及ぼすと考えられている。清水資源の枯渇、農業、漁業などへの影響を通じた食料問題の深刻化。 生物症の変化による影響などが懸念されており、その影響量の見積もりが進められている。AR4 では、2摂氏三3度を超える平均気温の上昇により、すべての地域で利益が減少、またはコストが増大する可能性がかなり高いと報告されている。日本において起こりうる事象の予測も進められており、分析結果が出たものから順次発表されている。洪水。 高潮の被害域、被害額の増加、熱中症による死者数の増加、熱帯地方からの感染症の拡大、植生や農業、漁業への大規模な影響が発生し、21世紀末の被害額が毎年約17兆円に及ぶ可能性が指摘されている。すでに観測されている温暖化の影響とされる、もしくは影響が疑われる事象の代表的な例としては、 夏季のようなものがある。世界の都市平均気温の変差の、経年変化平均気温の上昇。極端な高温や熱波の増加、極端な低温、大雨の増加。1日の長さの変化。極地の氷河が溶け、水が移動することによる変化によって1日あたり1ミリ秒ほど遅くなる影響を及ぼす。北半球における9月の開表面積の変化。 北極海における海氷の減少北極海では長期的な海氷の減少傾向が観測されている。近年では2007年に特に顕著な現象が見られ、本来ならば数メートルの厚みの氷が見られる時期の北極点においても断片的な氷しか見られない状況などが観測されている。太陽光を反射する氷の減少によって温暖化がさらに加速することが懸念されているほか、 極限の生物にも深刻な影響が見られる。海氷に依存する北極熊などは生活基盤そのものの減少により絶滅の危機に瀕している。海氷の消滅によって海が太陽熱をより多く吸収し海水温が上昇、それがさらに温暖化を加速する悪循環が懸念されているが近年このプロセスが実際に発生しておりしかも予測よりも早いペースで進んでいることを示す。 観測結果が報告されている。氷河や氷床の移動、誘拐の加速グリーンランドの氷床の誘拐速度が、下記の IPCC の予測よりも加速していることが、観測で明らかになっている。南極の氷床の交代の加速も明らかになっている。氷河の誘拐速度も早まっている。土壌中の有機物からの炭素放出の増加極限の、 永久凍土の誘拐が観測されており、地中に閉じ込められていた有機物が分解し、強い温室効果ガスであるメタンの放出が観測されている。アラスカでは山火事が増加し、データンなどの形で森林に蓄積されてきた有機物が燃焼することで、それまで温暖化ガスの吸収源であった森林が放出源に転じている。多くの先進国が属する温帯においても、 現時点で夏季のような変化が観測されている。気温の変化日本において異常高温や猛暑日、ゲリラ豪雨の出現数が増加している。また大雨の発生頻度も増加している。農林漁業への影響日本において高温の影響による米の品質の低下が顕著になってきている。また果物の品質低下などの影響も観測されている。 降雨の変化降水パターンの変化や豪雨リスクの増大がすでに世界的に観測されており、従来予測がむしろ控えめであった恐れも指摘されている。日本においても降水量の変動が拡大し、小雨の年とタウの年の差が激しくなっている。これにより、渇水リスクと降水リスクが同時に大きくなっており、局地的降雨の増加なども観測されている。 山火事の増加米国西部などで山火事が増加しており、この地域における気温の上昇と強い相関を示している。2007年4月に第二作業部会が発行された。この報告書は気候変化による自然及び人類の環境への影響、及びそれらの適応性と脆弱性に関する現時点での科学的知見がまとめられている。報告書には 下記のような内容が含まれる。現在起こっている影響、将来予測される影響、日本においては2008年5月末、国立環境研究所をはじめとする国内14機関により、温暖化影響総合予測プロジェクト報告書、地球温暖化日本への影響最新の科学的知見マイナスが発表された。水資源、森林、農業、沿岸域、 健康の5分野を対象に、下記のような影響予測が出されている。これは温暖化が20年あたり約摂氏1度のペースで、進行した場合についての予測である。日本における影響についてはその後も分析が進められ、解説資料も更新されている。気候モデルによる今後の気温の上昇予測に2005年から過去50年間の世界の山岳氷河の平均の厚さの水あ r 4では地球の平均地上気温は複数シナリオと気候モデルによる計算によって1990年から2100年までの間に1.1摂取6.4度上昇すると予測されている。これは過去1万年の間にも観測されたことがないほどの大きさである可能性がかなり高いとされている。北極域では温暖化による影響が最も顕著に、 現れているとも言われており、第四次報告書によると、北極の平均気温は過去100年間で世界平均の上昇率のほとんど2倍の速さで上昇したとされている。また、1978年からの衛星観測によれば、北極の都市平均開票面積は10年あたり2.1から3.3%縮小している。陸域においては最高。 最低気温の上昇、気温の比較差の縮小などの可能性がかなり高いと予測されている。氷床コアの分析から過去地球が温暖化することによって大気中の二酸化炭素やメタンガスの量が増えているというデータがある。現在起きている温暖化によって海中からそれらの温室効果ガスが放出され、さらに温暖化が促進されるという性のフィードバック効果が懸念されている。 AR4 では、抽象的表現ながら、ほとんどの陸上で、寒い日、寒い夜が減少、暑い日、暑い夜が増加し、全体的に、小温傾向となるのは、ほぼ確実とされているほか、高温や熱波、大雨の頻度が増す、可能性がかなり高く、干ばつ地域の増加、勢力の強い熱帯低気圧の増加、 高潮の増加がもたらされる可能性が高いとされている。気象現象への影響は一括して、異常気象の増加、気候への影響は、気候の極端化と表現されることがある。平均的に、地上気温は上昇すると考えられているが、その変化は均一ではなく、場所によって上昇幅が異なり、また、期間によって低下したりと、時間によっても異なる。そのため、 地上の温度分布が変わることによって気圧配置が変わり、これまでとは異なる。気象現象が発生したり、気象現象の現れ方が変わったりすることが考えられている。例えば、チベット高原などの気温上昇によって変性風が蛇行しやすくなり、中高緯度地域でブロッキングが発生しやすくなることで、異常気象の増加といった影響が予想されている。 チベット高原の気候変動はこの他にも、梅雨の期間、降水量や陶器における寒気の流入、春や秋の低気圧の勢力、振動などを左右し、日本周辺の気候に大きな影響を与える可能性があるとの研究結果もある。また、アメリカ南東部、東部の海水温上昇により、竜巻の発生域が南東部や東部に広がっており、 温暖化によってこの傾向に拍車がかかる可能性が指摘されている。また、温室効果が強まると清掃圏の気温が低下し、地上との気温差が増して、大気の対流が強まり、気象現象も強まるとの考え方がある。これにより、例えば勢力が強い低気圧が増えたり、積乱雲の勢力が強まったりといったことが予想される。しかし、成層圏の気温には、 保存濃度の減少による気温低下、エアロゾルによる日傘効果など、科学的に詳しく解明されていない点がある要素が関わっており、上昇するのか低下するのかは定かではないとの考えもある。熱帯低気圧に関しては、最盛期の最大風速が増し、中心部の降水量が増える可能性が高いとされている。しかし、熱帯低気圧の発生数は減少するとともに、 非常に強いレベルの熱帯低気圧は増加し、弱い熱帯低気圧は減少すると予測されている。温帯低気圧に関しては、発生数は減少し、特に南半球で低気圧の経路が高緯度側に傾き、中心気圧が低下して、風速も強まると予想されている。複数の気候モデルのシミュレーションによれば、大気中の水蒸気量の増加により、 平均降水量は21世紀中は増加すると予測されている。地域的に見ると、第4次報告書では、熱帯のモンスーン地域や太平洋熱帯域、高緯度地域で増加傾向、亜熱帯地域で減少傾向と計算されている。平均降水量の変動幅の増大や、豪雨の増加の可能性がかなり高い地域が多く、また、干ばつの増加の可能性が高い地域もある。 平たく言えば、平年通りの雨の降り方をすることは少なくなり、極端に少なかったり、集中豪雨となったり、長雨になったりすることが増えるということである。アマゾンでは、大西洋の海水温上昇によって、海洋での対流が活発化し、熱帯雨林への雲の流れが弱くなり、乾燥化すると考えられている。また、中央、アジアやアフリカの乾燥地域でも、降水量が減り、 乾燥化や砂漠化が進むと予想されているが、これには森林伐採や花放木といった他の要因も深く関係している。ただし、サハラ砂漠は縮小傾向にあり、緑地が広がっているとの報告もなされている。スイスやフランスでは山に雪が積もらなくなり、氷河は消滅する可能性があるスイスベルン大学。また、北極圏や 高山などでは、永久凍土が溶けたり、下記の誘拐範囲が増えたりすることで、凍土に立つ建物の倒壊、土壌の軟弱化などが起き、沿岸部ではそこに海氷縮小が加わり、波による侵食も起こっている。さらに、永久凍土内に包まれている何万年前かのメタンガスが放出され、さらに温暖化が促進される可能性がある。メタンは二酸化炭素の300倍の温室効果がある。 海面上昇を参照過去約120年間の海水面の水位地球全体の気温の上昇に伴って海面上昇が予測され、すでに上昇速度の増大が観測されている。主な原因は地球温暖化による海水の熱膨張及び陸上の氷床、氷河等の誘拐速度の増大と見られている。最新の報告では今世紀中に 数十センチメートルから数メートルの海面上昇幅が予想されている。海面上昇により、海抜の低い地域の海没や、浸水被害の増大、難民の増加、地下水の塩水化などの被害が懸念されている。現状と原因、編集、海水準は、最終表記以降の急激な上昇期を過ぎ、過去3000年間は、 平均0.1から0 2ト、mm、ル年程度の上昇量であったとみられる。しかし近年の海面水位の平均上昇率は1961から2003年の間で1.8プラスマイナス0 5ト、mm、ル年、20世紀通して1.7プラスマイナス0 5ト、mm、ル年に加速している。また1993から2003年の間に 衛星高度計により観測された海面上昇は3.1プラスマイナス0.7ミ、mm、リメートル年と過去3000年間の平均に対して数十倍に加速している。海水準を変動させる要因は多数あるが現時点では熱膨張による寄与が最も大きい。ついで氷河と氷棒の誘拐、グリーンランド氷床の誘拐、南極氷床の誘拐の順で寄与が大きく。 その他の要因はこれらより小さいと見られている。海面上昇量、編集第4次報告書では、最低18から59センチメートルの上昇としている。しかしこれらの IPCC のモデルでは、西南極やグリーンランドの氷河の流出速度が加速する可能性が考慮されていない。AR4 以降の氷床等の誘拐速度の変化を考慮した報告では、 今世紀中の海面上昇量が1から2メートルを超える可能性が複数のグループによって指摘されている。なお、気象庁のホームページでは、日本沿岸の海面水位は1906から2018年の期間では上昇傾向は見られないと明記されている。海面上昇の影響、編集オランダ、ドイツ北部、デンマーク、バングラデシュ、 ベトナムなど海抜以下の地域を抱えた各国、オセアニア諸国、モルディブなどの海抜が低い島を要する地域の中には海面上昇が差し迫った問題となっているところもある。すでにツバルでは集団移住が計画されている。なおニュース等で取り上げられるツバルにおける浸水等の被害については現時点ではローカルな人工的要因が大きいがこれが海面上昇に対する 危険性を高めているとされる。日本においても1980年代半ば以降、大きな上昇率が観測されている。海面上昇により、高潮、浸水被害の増大や砂浜の消失、河川からの取水への影響や、地下水の塩水化、地下構造物への影響など様々な被害が懸念されている。詳しくは、海面上昇を参照。地球規模の気温上昇に伴い、 海水温も上昇する。第4次報告書においては、1961から2003年の間に、海面水深700メートルの海水温が、摂取0.10度上昇しているほか、1961から2003年の間に、海面から水深3000メートルの海洋の貯熱量も増加し、数年数十年規模の変動と、長期的な増加傾向があったとされている。 平均海水温が摂氏3度上昇するだけで東京湾に生息する魚類が熱帯魚になるとも言われるように生態系が変化すると言われている。さらに気温や降水量と同様に海水温についても変動幅が大きくなることが予想されている。これは大気の流れや海流が変わったり変動が激しくなったりすることによるもので異常な低温や高温をもたらし異常気象や 生態系への影響をもたらす可能性があるとされる。また多くの気候モデルで太平洋熱帯域でのエルニーニョ現象が現在と同様に起こると予測しているが21世紀中に増加または減少といった一貫した変化傾向は見出せないとされている。氷床や氷河は淡水であり、急激な気温の上昇によって極地の氷河が溶けると 海水の塩分濃度が低下し、比重が小さくなる。大西洋北部では、地中海由来の塩分の高い海水が沈み込み、深層循環の一部を成しているが、極地方の塩分濃度の低下により沈み込みが弱まる。ために、メキシコ湾流が弱まり、それによって、極地方は寒冷化し、赤道付近は温暖化するという予測もある。第四次報告書に示された気候モデルの 掲載結果によると、21世紀末には、循環はほとんど変化しないというものから、半分程度に弱まるというものまで、幅広くあるが、平均して25%程度弱まるとされている。深層循環の停止の項も、参照のこと。また、海底に低温度の淡水が流れ込むことにより、深層循環の停止とそれに伴う世界中の、海流の変化が起こり、結果、 両極周辺の平均気温が下がり、高緯度地方と低緯度地方との温度差が著しくなることで、高緯度地方の積雪につながり、氷河の増加につながるという仮説もある。深層循環は塩分濃度が主要因と考えられがちだが、大部分が風力と調積力によるものだということが明らかとなっている。しかし、塩分濃度も要因であることには変わりなく、 氷河等の誘拐による深層循環の停止の可能性を否定したものではない。ちなみに映画 Day After Tomorrow は深層循環の停止という仮説をもとに作られた作品である地球寒冷化の項も参照のこと、んか寒冷地に生息する動物の減少などが挙げられる。また日本においては胸ばやシ分布域の大幅減少や 農業への深刻な影響も懸念されているカナダのブリティッシュコロンビア大学の研究チームは温暖化の影響による海中の酸素量減少で海産魚の成長が阻害されて平均最大体重が14から24%縮小し漁獲量が減少する可能性があると発表した。インド洋で24%、大西洋で20%、太平洋で14%、 平均最大サイズ縮小の可能性があるとしている。社会的な影響としては、過去の温暖化による古代文明の繁栄を根拠に、利点が多いとする説もあるが、これは、局地的な繁栄に過ぎず、現在の温暖化の影響を考える上では、参考程度にしかなり得ないと考えられる。現在は都市を中心に、人口密度が増し、気象災害のリスクが高い地域にも多くの人々が、住み、 また今後もこの傾向がさらに進むと考えられているため、気象災害が起きた際の被害が大きくなる可能性がある。主な影響として、異常気象の増加による物的、人的、経済的被害の増加、気候の変化による健康への影響や生活の変化などが考えられている。低緯度の感染症が高緯度に拡大する可能性も指摘されている。一方、 温暖化によって冬季における投資等のリスクは減少する。また、気候や海水温、海流などの変化によって、食料に関連する生物や植物、水資源等にも影響が及ぶと考えられている。ただし、これらの要因としては、自然起源の気候変動も考えられるほか、人間の生活の変化が被害を招くこともあるので、一概に地球温暖化によるものだとは言えない。 例を挙げると、農業では、これまでその土地に適していた作物が、工場的な不作に陥り、食料を不足や基金を招き、添削や品種改良を余儀なくされたり、農業に適さなくなった農地の放棄や新たな開墾による自然破壊、農業制度の変革などをもたらす可能性がある。一方、 栽培北限が移動することによって、それまでその場所で栽培不可能であった作物が栽培、可能となり、生産量が向上する、新潟県佐渡島におけるみかんの栽培など、地球温暖化による気温の上昇及び、その人為的要因の一つとされる二酸化炭素濃度の増加は、環境によってはいずれも光合成の速度を加速させ、作物の生産性を向上させる。一方、 先進国においては、品種改良等によって、これらの気候変動に有効に適応可能な一方、これらのコストを負担できない発展途上国では、十分な適応ができず、南北問題が拡大するという指摘もある。また、狩猟や漁業では、環境の変化に伴う生態系の変化により、漁業場の移動や奪い合い、水産物等の奪い合いなどが起こる、可能性がある。 アルコール飲料や味噌、醤油などの発酵食品は、発酵を行う微生物の活動が、気温や湿度などの微妙な生息環境に左右されるため、軽微な気候変化でも品質の変化や産地の移動が起こると考えられており、ヨーロッパではすでにワイン産地の移動が始まっている。チベット高原、パミール高原、ヒマラヤ山脈、アフリカ東部の高地、ロッキー山脈などでは、 降雪量の減少、氷河、氷棒の誘拐により河川の流量が減り流域の広い範囲に影響が及ぶと考えられている。具体的には以下のような可能性が指摘されている。アフガニスタンなどでは山に雪が降らなくなったことに起因する水不足などにより大量の難民が発生する。東南アジア、南アジア、中国などでは2057年頃に ヒマラヤ山脈の氷河は消失し、ヒマラヤ山脈を水源とする9つの体が、その流域の13億の人間に多大な影響が出る可能性がある。アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ山は2015年までに氷が全て消失し、周辺の生態系や周辺の人々の生活に大きな影響を与える可能性がある。ヒマラヤ山脈の氷河が溶けて巨大化した。 氷河湖が決壊し、大洪水が起こる、可能性が高まっていると警告した。アメリカ合衆国ではハリケーンが勢力を増し、大規模な火事が頻発し、農作物の生産量は減少する、可能性がある。日本では60%の食料を輸入しているため、国外での不作や不良、価格変動の影響を受けやすく、食料供給に問題が生じることが予想されている。 海面上昇、洪水や干ばつなど、気候が激しさを増し生活が不便となるような地域では、移住の是非が大きな問題となり、環境難民の発生や、移住民と地元民の対立が増えると予想されている。これに関連して、安全保障の面では、干ばつによる食料供給の不安定化などに起因する地域紛争が増加するのではないかという予想もあり、 地球温暖化は安全保障問題となったという考えもある。2011年に内戦が発生した中東のシリアでは、その直前の2006年から2010年にかけて、気候変動の影響を受けた可能性のある深刻な干ばつに見舞われた。この干ばつでは、人口の1割弱にあたる150万人が農村から都市に移住を強いられ、 社会の不安定化を招いたと分析されており、地球温暖化が実際に地域紛争の一因となったとする説がある。1980年代から地球温暖化説が唱えられるようになった。1990年代に科学的議論の途上である中で温暖化対策が必要であるとして、数々の国際的な取り組みが行われるようになった。 対策の必要性自体は広く認められているが、将来のリスクの程度や、対策を施行する場合と施行しない場合に発生する経済的な利害などについて、常に議論が存在している。地球温暖化への対策は、現在、温暖化効果ガスの排出の抑制と森林育成などによる大気中の二酸化炭素の固定促進を主体として行われている。この対策を施行するにあたり、 各国の国民経済構造が異なるために国際社会において利害対立が起きた。また、各国国内においても対策の影響を大きく受ける部門と対策の影響が少ないあるいは対策によって利益を得られる部門との間で対立が起きている。例えば、現代の英国は工業化のピークを100年以上前に過ぎ去り、経済構造は金融、サービス化している。 産出される、付加価値に比べて温暖化効果ガスの排出量は少ない。一方で、中国は世界市場類を見ないほど工業化が進展しており、付加価値産出に比べて温暖化効果ガス排出が他国よりも多い。結果的に排出ガスを規制したり排出権を取引することは、国民経済間で新たな所得移転をもたらすことになる。このため、 温暖化対策による環境効果がどのようになるかに関わらず、所得を得る側は対策を主張し、所得を奪われる側は対策を温暖化を利用した搾取だと主張している。特に先進国の経済界や個々の企業に関して世論の影響もあり、温暖化対策に CSR や内部化を求める声が強くなってきているとされる。また、 温暖化対策は一部企業にとっては正気にもなりつつあり、バイオ燃料や排出権取引を通した炭素市場が拡大してきている。北極海の海氷が年々縮小しているため、ヨーロッパやアメリカ東海岸など、大西洋側と日本や中国など、太平洋側とを結ぶ北極海経由の最大航路が開通するのではないかとの観測もある。北アメリカの北岸を回る。 北西航路、シベリアの北岸を回る北東航路は大航海時代以降多くの探検家や航海者が目指してきたが一年の大半は氷に覆われ夏でも流氷の溶けない過酷な回路であるため多くの犠牲者を出してきた北東航路は19世紀後半まで北西航路は20世紀初頭まで通過に成功するものが出ずまたこれらの航路はソ連が原子力再氷船を 運行した北極海航路を除き商業利用されることはほとんどなかった。しかし海標の減少により下記でも再氷線でなければ通れなかったような海域から氷が消え始めている。2007年夏には観測史上初めて北西航路から消えたことが注目を集めた。これらの航路が通れれば距離や燃料費、所要時間が大幅に圧縮できる上、 北極海の沿岸や海底にある油田など天然資源開発がしやすくなると期待されているが、すでにロシアカナダアメリカデンマークなど沿岸諸国の間で通行権や領有権をめぐる争いが起こり始めている。温暖化が文化に与える影響は温暖化の影響予測においてはあまり重要視されていない。文化の変化は人類に悪影響を与えないためである。ただ他の影響予測から 文化面での影響を間接的に予測する試みも行われている。まず、気温の上昇により、植生や地形、生態系などが変化することによって、食生活や移植獣などにも変化が及ぶことが予想されている。雪原に覆われた地域で暮らすイヌイットなどは、海水温の変化や氷河融解に伴う海流の変化によって、これまで食べていたアザラシなどが減少して、 食生活が変化したり、海氷や棚氷が薄くなることによって、伝統の犬ぞりで移動できる範囲が狭まってきていることが報道された。地球温暖化の諸影響については、気候モデルでは50から100年後、学術研究では最長300年程度しか予測、予想ができていない。これは気候モデルの長期予想がカオス性などのため非常に困難なためである。 気温の上昇や海面の昇降、気象現象、生態系、あるいは人類の今後の抑制などについては関心も高いが IPCC などの公的機関は約100年後以降の予測を出しておらず100年後以降の予測結果をもとに対策を立てる状況にはまだない。暴走温室効果によって極端な温暖化が起こる可能性は 非常に低いがありえないわけではないとされている。また、これ以上の平均気温の上昇が起こると、気候の変化が深刻化し簡単には元に戻らなくなる分岐点。いわゆるポイントオブノーリターンという言葉もある。温暖化がある、程度進行すると、性のフィードバックによる再現のない温暖化に突入し、気候が予測不可能になり、人類が危機にさらされる分岐点とされることがあるが、実際は、 気候の再現内温暖化は指しておらず、人類や社会に与える悪影響が受け入れがたいレベルに達することを指している。このポイントオブノーリターンについては、すでに超えているという意見、産業革命前との比較で平均気温が摂氏2度上昇する頃だという意見も、あれば、具体的にどの段階なのかを科学的に示すのは難しいという意見もある。ありがとうございます。